ナンバーアイのロゴ騒動、ザ・ゴナズ・トップの類似、誤解かも放火事態収束への道。2023年10月15日、元キング、リンチェのメンバーである平野市洋人宮寺ゆうタそして、岸ユうは滝沢、秀明が立ち上げた新事務ショットオベー、トベ新しいグループンウンベル、ナンバーアイ、結成しましたた。 この発表は多くのファンに喜びをもたらし、新グループの活動に高い期待が寄せられました。しかし、グループのロゴに関するパクリ、騒動が勃発し、ファンや関係者の間で議論が巻き起こっています。背景、ナンバー・アイのロゴとザ・ボナズへのロゴの類似。ナンバー・アイはその名前に込められた意味やビジョンとともに、グループのロゴにも熱意を注いでいます。 グループ名であるナンバーアイはキシユータが考案しナンバーワンになるという目標をアイにかけたものと言われています。しかし問題はロゴデザインにあります。公開されたロゴは日本のロックバンドザボナズのロゴと驚くほど似ていると指摘されました。ロゴ騒動は SNS 上で拡散され多くのファンと芸能関係者から注目を浴びました。 ファンはザ・ボナズへのロゴとナンバー・ I のロゴを比較し、その類似性に驚きと不安の声を上げました。一部のファンは法的問題の可能性についても心配しており、事態は複雑化しています。ザ・ボナズへの反応、議論の余地はあるかこのロゴの類似性に関して、ザ・ボナズへの所属事務所からのコメントが得られました。 ザボナズ側は、ロゴの類似性を認めつつも、偶然の類似性であると主張しました。一方で、双方の話し合いを通じて、今後どのように対処すべきか検討する姿勢を示しています。討論、類似性は偶然か模倣かこのロゴ騒動について、類似性は偶然の一致なのか、それとも模倣なのか、ファンや一般の人々の間で意見が分かれています。 一部の人々は、ロゴの類似性を偶然の一致と考え、問題化すべきでないと主張しています。彼らは、デザインへのアイデアが広く共有されており、似たようなデザインが誕生することはよくあることだと述べています。また、ザボナズ側が穏便に問題を解決しようとしていることから、論争を過度に広げる必要はないとの意見もあります。 一方で、ファンやデザインに詳しい人々は、ロゴの類似性があまりにも明白で、模倣の可能性を排除できないと主張しています。彼らは、デザインプロセスにおいて、原案の確認や独自性の尊重が必要であると考えており、この問題は軽視すべきではないと指摘しています。解決策、双方の協力と対話。 ロゴ騒動の解決に向けて、双方の協力と対話が不可欠です。まず、ナンバーアイとザ・ボナズへの代表者は、この問題を落ち着いて議論し、誤解が解消できるよう努力すべきです。デザインのアイデアが他から借用された場合、誠実な説明や証拠が提供されるべきです。また、ファンや関係者に対しても、冷静で理解のある対応が求められます。 感情的な議論や攻撃的な行動は問題の解決には寄与しません。ファンや関係者は双方の協力を信じ、問題が誠実に解決されることを期待しています。ロゴ騒動の背後にある重要な問題。ナンバーアイのロゴ騒動は一見単なるデザインの問題のように見えますが、その背後には重要な問題があります。 デザインへの原則やアイデアの独自性、他社の知的財産権の尊重など、芸術とエンターテイメント業界における重要な原則が問われています。この事態は、今後のデザインプロセスや知的財産権の取り合いにおいて、より注意深い対応が必要であることを示唆しています。最善の解決策を模索する中で、双方の協力と理解が求められます。